はいどうも皆さんご安全に。今回はレルムオブザマルディグラスのイベント内容の紹介をしていきたいと思います。でイベント期間が2021年の2月の18日21時頃から2021年2月の22日21時頃という、まあ、4日間のイベントになります。イベントの内容としてはトークンのドロップがまず挙げられます。パペットマスターシアターではハート5個、パペットマスターズエンコアではラブレター1個、またゴッドランドにいるリバイアさんがランダムでハートを2個ドロップする可能性があります。でまたパペットマスターシアターとパペットマスターズエンコアはドロップ率と経験値が 1.5 倍になります。で今回の、まあ、このイベントで得られる報酬に関してですが、トークンで、アイテムを交換することができます。アイテムはデイリークエストポータルにて交換することができます。クエストの報酬は2つあり、1つ目のカーニバルオブラブではラブレター10個とパペットマスターツヤターのマーク2つで1日1回右のようなリング1つと交換することができます。交換できるリングの性能としては HP または MP を180上げるリングになります。 HP を180上げるリングに関してはかなり強力なので、なるべく毎日1回ずつ交換するようにすると良いでしょう。でもう一個クエストがありまして、カーニバルオブラブ2の方ですね。カーニバルオブラブ1に比べて必要なアイテムが多いですが、イベント中1回だけスキン1個と交換することができますので、皆さんお好きなアイテムを1つ、まあ、交換すると良いでしょう。ということで今回のイベント、そこまで、まあ、大きなイベントではないんですが、まあ、ぜひね、非常に報酬は美味しいので、ちょっとアイテム集めるの大変かもしれませんが、挑戦してみることをお勧めします。ここまでが、まあ、イベントの紹介になります。イベントのタイトルにあるマルディグラについて簡単にお話ししようかなと思います。皆さんはマルディグラという祭りをご存知でしょうか。マルディグラではパレードやパーティーなどが催され、街が大変なお祭り騒ぎになるそうです。でこのイベントは今やハロウィンやイースターに続いて日本でも少しずつ認知度が上がってきている祭りだそうです。この文章インターネットで調べて出てきたものを挙げてるんですが、まあ、本当かなと、最後のところ本当かなとは思ってますで、マルディグラはどのような、まあ、文化かと言いますと、まあ、キリスト教の文化になります。キリストの復活を祝う復活祭を、まあ、イースターと呼びますが、このイースターの準備期間のことを日本語で四旬節というふうに呼びます。四旬節の間は40日間の断食を行う習慣がありますが、この断食の前の期間は謝肉祭と呼ばれるお祭りがあります。でこの謝肉祭の最終日がマルディグラと呼ばれているそうです。まあ、つまりマルディグラは、まあ、断食前の最終日に一回暴れちゃおうぜみたいな感じのお祭りになります。で YouTube とかにマルディグラって調べると結構いろいろな動画ありますので、まあ、ちょっとねお時間ある際に、まあ、ぜひね見てみることをおすすめします。せっかく海外のゲームを遊んでるわけなので、少しね海外の文化とかに触れる機会があってもいいんじゃないかなっていうふうには思ってます。はい、それでは今回の動画以上になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。